ムタウン。ポンプ車さんだよ。やったー、楽しみだっぴ。こんなに朝早く来ても消防士さんも来たばかりじゃないのかな。お、消防士さんたちが大勢いる。何をしているの？これは代行隊って言って、昨日の朝から働いていた消防士さんとこれから働く消防士さんが交代の挨拶をしているんだ。消防士さんたちはいつ火事や災害が起きてもすぐ迎えるように一日交代で働いているんだよ。あれ、僕たちが寝ている間も働いているんだね。ラッピー落ち着いて、これも訓練なんだ。火事はいつ起こるかわからないから、こうして訓練をして本当に火事が起きた時慌てずスムーズに出場できるようにしているんだよ。訓練なんだ、びっくりしたッピー。でもみんなキビキビしていてかっこよかったッピー。おーいラッピー、いやー、よく来たね。僕はポンプ車だよ。ポンプ車さん、こんにちは。ポンプ車さんはどんなことをするの？僕の仕事はポンプを使って水をたくさん出して火を消すことなんだ。ここにホースをつないで水を出すんだよ。ラッピー、訓練が始まったよ。うわ、ホースがどんどん伸びてくよ。このホースは20メートルもあるんだ。長いホースをつなぐことで火のそばまで近づけるんだよ。どこまで水が届くの？勢いよく水を出すからおよそ30メートル、9階くらいの高さまで届くんだ。すごい勢いだね。あのたくさんのお水はどこに溜めてあるの？荷台に水を貯められるタンクを積んだポンプ車さんもいるんだよ。でも火事の時にはもっとたくさんの水が必要だから、タンクの水を使って消火している間にこの黒くて長いホースを消火栓につないでその水を使うんだ。消火栓？ラッピーは街でこんな標識を見たことはないかな？これはこの標識の下に消火栓があるという印なんだ。どこからお水が取れるか分かるようになっているんだね。ところでポンプ車さんにはどうしてはしごが乗っているの？災害現場で逃げ遅れた人を助けるためにはしごを積んであるんだ。これは三連はしごといっておよそ9メートル、3階くらいの高さまで伸ばすことができるんだよ。ポンプ車さんは火を消すだけじゃなくて人を助けることもできるんだね。ガシャキン、他の消防車さんも見たいっぴ。任せて。まずははしご車、火事など高いところで逃げ遅れた人を助けられるように30メートルもあるはしごがついているんだ。高いところから放水することもできるんだよ。そうなんだ。そしてこれは無人走行放水車、ドラゴンとも呼ばれているんだ。この車は消防士さんたちが近づけないような火災現場で遠くから操作して放水することができるんだ。ラッピー、ポンプ車さんの仲間は他にもいるから会いに行こう。車から聞いてるぜ。俺たちはスーパーレンジャー、よろしく。スーパーレンジャーさんは人命救助の時に活躍する消防車なんだ。大きな災害や事故の時に出動して救助活動や消火作業の手伝いをするんだよ。ラッピー、早速俺の自慢の装備を見せてあげるよ。ドアオープン。うわー、
機動第一救助工作者さんはどんな災害にも対応できるようにおよそ130種類の装備を積んでいるんだ。ラッピー、手に持っているものを見てごらん。これはインパルス銃っていうんだ。一体どうやって使うんだっぴ。ロッキーオッシュ、3圧縮した空気の力で水を噴射して火を消すんだよ。そしてこれはマット型の空気ジャッキ。ラッピー、人形を使った救助訓練でどうやって使うのか見てみよう。あれ、車の下に置いてどうするんだっぴ。おほわ、どんどん膨らんでいく。車や物の下敷きになった人を助けるときなどにこのマット型空気ジャッキで物を持ち上げるんだ。最後は俺の出番だな。これは大型ブロワーという送風機なんだ。火災現場で室内に充満した煙を外に出すためのものなんだ。訓練のためにこの建物の中に煙を充満させてあるんだけど、大型ブロワーで室内に風を送ると、わー、煙が出てきたっぴ。室内の映像を見てみるとあっという間に煙が出ていくのがわかるよね。すごいっぴ。消防車さんには仲間がたくさんいるんだね。大変だけどお仕事頑張ってね。ゴーゴー乗り物タウン。大きな手を使って丸太をたくさん運ぶログローダーさん。さらに30トンの石炭を積むことができるホッパーさんも紹介するよ。どっちも力持ちだっぴ。ヨーラッピー、俺がログローダーだ。よろしくな。なんだか大きなハサミのようなものがついていてクワガタみたいだっぴ。ラッピー、これはグラップルといって物をつかむことができるんだよ。ラッピー、よく見てなよ。うん。おひゃおー、上の爪が動いたっぴ。俺は上の爪を動かして下の爪との間で物をがっちり掴むんだ。でもそれだけじゃないぜ。うわー、上に持ち上げてどうなるの。うえー、こんなことまでできるんだ。まるで人間の腕みたいだっぴ。ログローダーさんはこのグラップルとアームを器用に動かして仕事をすることができるんだ。すごいっぴ。そうだラッピー、実際に作業をするから見に来るかい。うん、見てみたいっぴ。ひえー、すごい数の丸太だっぴ。そうなんだ、俺の仕事はこの丸太を運ぶことなんだ。船で運ばれてきた丸太はこの集積所に置かれるんだ。その丸太をトレーラーさんの荷台に乗せるのがログローダーさんのお仕事なんだよ。ちなみにログローダーさんのログは丸太のことなんだけど、丸太を挟むことを意味するグラップルがついている重機のことをログローダーって言うんだ。でもどうやってこんなにたくさんの丸太を運ぶんだっぴ。まあ見てなって、俺は5トンもあるおよそ20本の丸太を
一気に掴むことができるんだ。丸太を掴んだら崩れないように引き抜いて。うひょー、たくさんの丸太を上手に運んでるピー。次は丸太の上にさらに丸太を積み上げるぜ。すごい、丸太の山が崩れないように丁寧に丸太を下ろしていくピー。ログローダーさんはグラップルとアームを使って高いところまで丸太を運んだり、高く積み上げられた丸太を下ろしたりできるんだよ。そうなんだ。でもトレーラーさんの荷台には丸太が落ちないように棒が何本も立っているけど、どうやって乗せるの？へっちゃらさ、よく見ておいてくれよ。丸太をトレーラーに運んでいくぜ。そんなに高く上がるの？ログローダーさんのアームは最大で4メートルまで上がるんだ。だからトレーラーさんの荷台にある落下防止のためのスタンションを乗り越えて丸太を乗せることができるんだ。そういえばさっき丸太をツンツンしてたけど、これは何をしていたの？トレーラーに丸太を積んで工場へ運ぶんだけど、トレーラーには荷台からあまりはみ出して丸太を積んじゃいけない車両があるんだ。だからはみ出さないように揃えていたのさ。そんなことまでできるんだね。特別に操縦席も見せてあげるよ。ここが操縦席か。ラッピー、ログローダーさんの作業には主にこの3つのレバーを使うんだ。アームの操作は一番右側のレバーだよ。レバーを引くとアームが上がって、真ん中のレバーを押すとグラップルが下がるよ。さらに一番左側のレバーを引くと上の爪が開くんだ。ラッピー、俺の仲間は他にもいるから見てみるかい？うん、会いたいピー。じゃあ港へ行ってみるといいよ。ここかなって、うはは、大きい船だピー。よーラッピー、待ってたぞ。俺はホッパー、よろしくな。よろしくだっぴー。ラッピー、ホッパーさんのお仕事は港に運ばれてきた石炭などをたくさん貯めておいてトラックさんに積み替えることなんだ。今は船についているクレーンで石炭をホッパーさんに移動させているところなんだよ。ラッピー、これはクレーンで運ばれてきた石炭を最大で30トンまで受けることができるんだぜ。すごいだろ。ホッパーさんは力持ちだっぴ。ホッパーさんにたまった石炭は下の部分を開いてトラックさんの荷台に下ろしていくんだ。そんな仕組みになってたんだね。知らなかったっぴ。でもどうやってトラックさんに積む量が分かるんだっぴ？それはベテランの作業員さんがトラックに乗せられる量を確認しながらリモコンで操作しているからなんだ。そうだったんだ。ラッピー、俺たちの仕事分かってくれたかい？うん、港で働く乗り物はみんな力持ちで迫力があったっぴ。みんな大変なお仕事だけど頑張ってね。乗り物タウン。今日はいろんな清掃車さんを見てみよう。この清掃車さんは見たことあるっぴ。じゃあこれはどうかな。
普通のトラックみたいだけど。これも清掃車さんなんだ。おはぁ、大きい清掃車さんだっぴ。さらに清掃車さんを作っている工場も見に行こう。今日は清掃車さんの秘密を大公開しちゃうよ。俺は清掃車、よろしくな。おはようございます。ラッピー、早速清掃作業が始まったよ。いつも綺麗にしてくれてありがとうだっぴ。あれれ、作業員さんが乗せたゴミが消えちゃったっぴ。どこに行ったの？消えたんじゃないんだよ。たくさんのゴミを積むために清掃車さんの中にどんどん入れてるんだ。見てラッピー、作業員さんがスイッチを押すと、かき上げ板という装置がゴミをかき込んで中へ押し込んでいくんだよ。だからゴミがなくなったように見えたんだ。おお、赤シャキン、あの下についている赤い棒は何？ラッピー、よく気がついたね。緊急停止スイッチって言って、何かがあった時にかき上げ板を止めるためのものだよ。車の両脇にもついているんだけど、両手が塞がっている時のために足元にもついているんだ。そうなんだ。ところで、清掃車さんはゴミをどれくらい積むことができるの？この車はおよそ 1.5 トンだよ。家庭で出るゴミならだいたい1000人分くらい運べるんだ。そんなに？この中はどうなっているの？ラッピー、この車を見てごらん。窓がついてる。これは中の様子がわかるように特別に作られた清掃車さんなんだけど、ほら、ゴミが奥の方にどんどん押されていくのが見えるよね。うん、こうやってどんどん押し込んでいくから1000人分ものゴミを詰めるんだね。ねえ、ガシャキン、さっきね、もっと大きな清掃車さんを見たんだけど。それはたくさんの家族が暮らすマンションや団地などのゴミを集める大型清掃車さんだよ。さっきの清掃車さんより一回り大きくて力持ちなんだ。ゴミがたくさん集まるところはオイラがまとめて一気に運んじゃうぜ。作業員さんがゴミが入ったコンテナと呼ばれる大きな箱を清掃車さんの背中にセット。そしてレバーを上げると、よいしょっと。オイラは箱ごと持ち上げて一気にゴミを押し込むのさ。うふー、力持ちなんだね。かっこいいっぴー。大型清掃車さんは一度に2トン以上、およそ1500人分のゴミを運ぶことができるんだよ。他にも家具などの大きなゴミを運ぶ小型ダンプ車さんもいるんだ。色は清掃車さんと一緒だけど、見ててごらん。屋根が開いたよ。わあ、傾いちゃったっぴ。なんでなの？こうすることでゴミが下ろしやすいようになっているんだ。そうだったんだ。それに作業がしやすいように、ここに台車が備え付けられているんだよ。さらに大きな車が入れない道のゴミを集める軽小型車もいるんだ。いろんな種類があるんだね。それに清掃車さんはゴミ収集車、ゴミ回収車、人回車など呼び方もいろいろあるんだよ。そうなんだ。みんなで力を合わせて街をきれいにしてくれるんだね。でも、ぎゅうぎゅうに詰め込んだゴミをどうやって中から出しているの？それはね、清掃車さんの後ろが大きく開いて、中にある板がゴミを押し出していくんだ。そうだったんだ。ねえ、ガシャキン、
それなら清掃車さんを作っている工場に行ってみよう。わあ、すごく広いっぴ。清掃車さんを作っている製造工場だよ。これは硬い金属の板を削ったり形を変えたりして清掃車さんに使われる部品を作っているんだよ。へえ。ねえ、ここにある大きな機械は何だっぴ？これはコンピューターを使って金属の板を正確な大きさや形に切ってくれる装置なんだ。清掃車さんの部品の中には複雑な形をしたものもあるんだ。でもこの装置を使えば一度に同じものを何枚も作ることができるんだよ。本当だ、すごいね。他にも難しい作業や危険な作業をロボットが代わりにしているんだ。次は組み立て工場を見てみよう。ここではさっき作っていた部品を組み立てて清掃車さんの形にしていくんだ。みんな黒い色だね。組み立ててからきれいに塗装をするからみんな黒い色なんだよ。ガシャキン、あの四角い箱は何？あれは集めたゴミを積むボディの部分だよ。運転席とエンジンがついた車体にゴミを積むボディを乗せて、さらにゴミを押し込んでいく装置をつければもうすぐ完成だよ。そして色を塗る前に装置がきちんと動くか一度点検をするんだ。よく見るとゴミを入れるところの動き方が違うっぴ。よく気がついたね。清掃車さんには集めたゴミをボディの中に入れていく方法が2種類あるんだよ。まず回転式は中の板を回転させることでゴミを奥の方に入れていくんだ。うわぁ、ゴミがなくなったっぴ。こっちはプレス式、圧縮板と呼ばれる板でゴミをかき上げるようにして奥に押し込んでいくんだよ。すごい。装置の点検が終わったらあとは塗装作業。働く地域や清掃会社によって色が違うからそれぞれ指定された色に仕上げていくんだよ。大変な作業だっぴ。東京23区の清掃車さんの色はみんな青と白だけど、地域によっていろんな色の清掃車さんが活躍しているんだ。黄色や緑色、動物の絵が描かれたものもあるんだよ。例えばこれは埼玉県深谷市の清掃車さん、イメージキャラクターのふっかちゃんが描かれているんだ。いろんな色や柄の清掃車さんがいるんだね。いつか会ってみたいっぴ。清掃車さんたちのおかげで僕たちは綺麗な街で気持ちよく暮らせるんだね。うん、それに清掃車さんの秘密がたくさん分かったっぴ。ゴーゴー乗り物タウン。怪我や病気の人のところに駆けつける救急車。災害など大勢の怪我人などが出た時に救護所になるスーパーアンビュランス。救急車と消防車が一つになった消防救急車。今日は3台の救急車を紹介するよ。お、あの音は救急車さんだね。あれが救急車さんか、かっこいいな。ラッピー、救急車さんがどんな仕事をしているか見に行こうか。ラッピー、消防署の中にいるよ。探してみよう。うん。わわわ、大きな音が鳴ったよ。大変だ。ラッピ
リー落ち着いて、これから訓練が始まるんだ。訓練？救急第一指令急病。救急隊員さんが走り出したよ。これは出場訓練といって、患者さんのもとに早く駆けつけるための訓練なんだ。こんなところで着替えるの？少しでも早く準備ができるように白衣は車内に積んでいるんだよ。あっという間に出場だっぴ。要請があってから1分以内で出場できるように心がけているんだ。1分で？早いっぴ。改めまして、僕は救急車、よろしく。こんにちは。ラッピー、救急車さんはどんなお仕事をしているか知ってる？うん、病気や怪我になった人のもとにすぐに駆けつけて病院まで運ぶお仕事だよね。正解。えへへ。ところで、どうして赤いランプをピカピカさせて走るのかな？これは赤色灯といって、周りの人や車に緊急であることを知らせるためのランプなんだ。これならよくわかるね。続いて車内を案内するよ。ドアオープン。車内は救急隊員が立って作業できるように天井が高くなっているんだよ。そっか。ベッドがあるっぴ。これはストレッチャーって言うんだ。ラッピー、よく見ててよ。あれ、下から何か出てきたっぴ。ストレッチャーの下に車輪を出すことができるんだ。車輪を使えば、病気や怪我をした人を寝かせたまま救急車にスムーズに乗せることができるんだよ。すごいっぴ。この他にも、寝かせられない患者さんを座ったままの状態で運べる布担架、2つに分かれた担架を体の下でくっつけてすくい上げるように運ぶスクープストレッチャー、さらに体が動かないようにしっかり固定して運ぶことができるバックボードっていう担架もあるんだ。患者さんを早く運べるようにいろいろと工夫されているんだね。ラッピー、僕には普通の救急車とはちょっと違った仲間がいるんだけど、会いに行ってみるかい？うん。まずはとびっきり大きな救急車を紹介しよう。それがこのスーパーアンビュランスさ。スーパーアンビュランス、かっこいい名前だね。さあ、君の出番だ。スーパーアンビュランス発進。スーパーアンビュランスは大勢の人が怪我をした時などに出場して病院に行くまでの応急救護所になるんだ。応急救護所？つまりこの車の中で簡単な手当てができるんだ。へえ、すごいっぴ。中はどんな風になっているんだっぴ？これがスーパーアンビュランスさんの車内の様子だよ。どう？確かに大きいけど、これでそんなに大勢の人の手当てができるの？もちろん、このままの状態で活動するわけじゃなくて、スーパーアンビュランスさんが本領を発揮するのは変身した後なんだ。変身するの？かっこいい。変身して中を広くすると、まるで病院の部屋みたいになるんだよ。うはー、すっごく広くなったっぴ。本当にお部屋みたいだね。一度に8台のベッドが置ける広さで、もちろん応急手当てをするための機材も全て搭載しているんだ。すごいっぴ。この車と活動するのがハイパーレスキュー。こんにちは。ハイパーレスキューの隊員たちはどんな状況でも活動できるように毎日の訓練を欠かさないんだ。頼もしい相棒なんだね。ラッピー、次の仲間はこいつだ。ええ。
消防車さんみたいな救急車さんだっぴ。鋭いですね。私は救急車と消防車の機能を併せ持った消防救急車という名前なんです。消防救急車さんって言うんだ、かっこいいっぴ。消防救急車は僕が忙しい時に代わりに出場して助けてくれるんだ。私は両方の機能を持っていますから、サイレンも。すごい、両方の音が鳴るんだね。音だけじゃないよ。車体の横に長いホースを備えていて、ポンプ車さんと同じくらいの水の勢いで消火活動ができるんだよ。すごいピン。でも人を運ぶときはどこから乗せるの？安心してください、ガルウィングオープン。うわぁ、車体の横が開いたっぴ。今度は中からストレッチャーが出てきたよ。消防救急車さんはこうやって車の横から患者さんを乗せて応急処置をしたり病院に運んだりするんだ。知らなかったっぴ。救急車さんのお仕事もよくわかったし、いろんな仲間がいてみんな活躍しているのもよくわかったっぴ。救急車さん、いろいろ教えてくれてありがとう。乗り物タウン登録してね。ゴーゴー。